はい、昼ビール放送局わけありダイエットウォークのマコネーです。さあ今日もこれから歩いて出勤しようと思うんですが、今日はね、風が強い上にちょっと雨もすごくて、そうまああと傘の柄を短く持って、ほんと直接雨に当たらないように、ほんとなんかちょっとギリギリの感じで収録しながら歩いてます。そう、まあ、そんなわけでね、今日は、ちょっと社会貢献活動というか、NPO 法人というか、まあ、そういった社会に何か貢献しようっていう活動についてお話していきたいと思います。月曜日というか、週の初めから、ダークマッコ全開っぽいんだけども。そう。ですね。まあ私がね、過去に、恋するフォーチュンクッキーの、が流行った頃に、長岡恋中ダンサーズっていうダンスチームをやって、やってて、で、それを、長岡祭りっていう、まあ、100万人ぐらい集まるね、巨大なお祭りの中で、ダンスを踊るっていうのを市民500人かき集めて、やったっていうお話は、まあ、前にしたことあると思うんですが、まあ、それと同じような、ものをやろうという打診が、まあ、あるんです。はい。まあ、それはどういうことかというと、ですね、アフターコロナ時代に、突入しつつある中で、まあ、他の地域に比べると、新潟県の長岡市の人たちは、すごくね、活気がないと。ようやく解放されて、世界が大きく変わろうとしてるときに、長岡市の人は活気がないと。まあ、そこで、地域コミュニティの重要性を、解かれ、地域コミュニティを作ろうと。いろんな人が参加できる、コミュニティを作ろうという、目標、理想のもとで、ダンスチーム、誰でもね、参加できる、誰でも参加しやすいダンスチームを作って、長岡祭りなり、いろんなお祭りで、また、ダンスや歌を、発信する。みんなでいろんな人が参加できる感じで発信する、組織、というか、チームを作ろうというお話があって、まあ、それに協力してほしいっていう打診があったんですね。そう。まあ、その打診を受けて、まあ、私自身はね、地域コミュニティ、そんたらもういらないっていうのが、まあ、正直な本音なんですよ。まあ、怒られるかもしれないけどね。そう。というのは、まあ私個人的な意見ですよ。うん。まあ日本の人口は確実に減っていくわけ。そう。増えるなんてことはちょっと考えられない。確実に減っていくし、そう。人口が減っていけば、当然ね、人口が減っていくっていうことはさ、もうどっちかというと、地域が分散してしまってる、今現在。地域がちょっとずつまとまっていって、もちろんね、亡くなってしまう村とか、町とか、これからどんどん増えていくと思いますよ。だっていらないんだもん。そんなに。そう、町も道路も施設も、いらないんだもん。だって人数少ないから。どんどん人数減っていくばっかだから。そこにわざわざ新しいものを建て、そう、新しいものを作り、そう、人をかき集めるものを作っていくなんて、本当バカバカしいと思ってて、それは地域コミュニティも同じだと思う。そう。大きすぎるコミュニティというか、なんていうかな、少人数の小さいコミュニティが、本当に今活動しやすくて、いろんなエネルギーを持って動ける時代だと思うの。だって、小さいコミュニティだったら、そこに多くの資産投資も必要ないわけじゃない。投資って言ったらなんだけど、まあスマホ1台でもできるさ。大きい活動をしようと思わなければね。
ただ今はさ、大きい活動をしなくても、たまたま、ね、他人の力で大きな配信ができる、やり得る時代だから、うん。まあもちろんね、大きい、何か、大人数をこちらで、動かして、動かそうと思うと、やっぱものすごくさ、まあ時間もお金もかかるよ。まあね、その提案を受けてから、うん、私はね、恋チュンダンサーズを数年通して、まあ私の場合は実質活動期間1年ちょっとぐらいだったんだけど、それを何年も数年通して、毎年毎年、まあ恋チュンに限らず、大きいダンスイベント、長岡祭りね、人がいっぱい集められるような活動、もしくは通年通していろんな人が参加し、ダンスコミュニティを、継続できる、していけるような活動にしようと思ったらさ、正直思うよ。自分の仕事なんかやってられない。もうそれを仕事にしないと、やってられないぐらいの作業量だよ。もちろん一人でやろうと思えば。うん。で、それを管理運営を円滑にしていこうと思えば、もう一人ではとてもできなくて。となれば、そう、まあ NPO 法人にするとか、して、まあ、しっかりね、NPO 法人にしてもさ、収益モデルのない NPO 法人なんか、本当に市民団体と変わらない。手間ばっかかかるばっかでさ、手間ばっかかかるばっかで、もう、ほんと、市民団体、まだ、なんちゃって NPO 団体の方が、法人格を持ってない NPO 団体の方がよっぽど楽よ。縛られるもんないから。うん、そう。まあ、だから、数年通して、こいちダンサーズみたいな活動をしよう。そう、ということになれば、私はね、やっぱ、収益モデルを持ってる組織じゃないと、そう、続けられない。うん。だってさ、広報にするにもさ、広報する、例えばチラシ作るだけでもさ、お金かかるわけよ。ウェブに情報を載っけるのだってさ、ねえ、何でもかんでもタダでできるものなんて何もないさ、誰かに頼めば。で、自分でやればもちろん自分の時間を消費するばっかり。コイチュンダンサーズは、まあ、ぶっちゃけ、私自身の時間をものすごく削って、私自身を殺してやりきったからできただけの話で、それと同じことをやろうと思ったら、それと同じだけの労力の時間を、切り売りしてさ、提供する人がいなきゃできないわけよ。そう。それを私にやれって言うんだったら、まあもちろんね、まあ、だいたい監修したよ。恋チュンダンサーズを数年通してやり続けるってんだったら、私は少なくてもさ、月20万、30万ぐらいの収入を、私自身の収入としてもらわない限り、もらえるような仕組みを持ってない限り、いや、無理だわ。しかも、そのためだけに、時間を費やすぐらいのエネルギーを持たないと続けられない。うん。となれば、まあ、今の仕事も辞めるってことだよ。で、今の仕事だって、じゃあ、恋チュンダンサーっていうか、そのダンスチームがなくなりました。辞めました。じゃあ、復帰しますってわけにはいかないもん。そういうわけにはいかない。となれば、もうこれから先、じゃあそれ辞めました。じゃあ、仕事なくなったんで何か仕事しようと思うんですけどって、また仕事をゼロから探すみたいな、そういう状況になるわけだ。そう。そういうリスクも踏まえて考えると、私はさ、地域コミュニティ、私が自身が、そんな大規模な地域コミュニティ、誰もが参加できるような地域コミュニティ、そんなものはいらねえよって思ってるのに、そこにさ、そんなね、自分のね、重要な部分をかけてまでやりたいなんて思わないわけよ。うん。そう、まあ、そう思わないから、まあ、そういう打診もらったんだけど、もちろんね、ダンスしたりとか、みんなで集まったりするのが嫌いなわけじゃないから、まあ、参加メンバーの一人として参加するぐらいだったらいいよっていうふうな、曖昧な返事にしてる。そう。うん。
主要メンバー、もう団体代表なんていうのはもう持ってるのかだし、主要メンバーも、まあちょっと遠慮したいね。うん。まあそういった時に、まあそんな風に私が思ってる時にね、その提案をしてくれた子から、まあどんな人でも参加できるように、レッスン料とか活動費は、募金制でやりたいね、なんていう話をしてきたの。うん。そう、募金ですか。まあもちろん、募金ってことは、払っても払わなくてもいいわけよ。そう。払おうが払わなくても。それが1000円でも1円でも問題ない。そう。その、当てにもならない、原資がいくらにもなるかわかんないものを当てに活動するって。いや、無理。ありえないよ、そんなの。うん。まあ、それを見たときに、まあ、彼女は唐突にそう言ってきたから、まあ、唐突にそう言ってきたからね、私は、返信したよ。まあ、どんな風な活動資金をどうやって集めるかっていうのは、まず、何を活動にするか。活動目的と、それにかかる予算と、で、そう。で、まあ、予定だよね。そう。スケジュールも含めて。そう。何をどうしてどうやろうかっていうことが何も決まってないのに、その予算は見えないわけだし、決まって月々の予算がどれくらいかかる。じゃあどういうふうに収益モデルしてきますかって。そこがあってこそのやつで。そんなね、そう、まあ、最初からもうみんなボランティアでやりましょうみたいな感じの、そんなものを、に、それをやりたいんだったら自分でやりゃいいさ、みたいな。私を巻き込むのはやめてね、っていうふうに、ほんと、心の底から思ったんで、思わずそう返信したわ。まあ、そんな直接なことはやらなかったけど、まあ、書いてあることはそういうな感じで、まあ、目的、活動内容を、検討した上で、まあ、そこを明確しないと予算、どれくらいの予算がかかるかってわかんないし、その予算をどうやって、収益、予算を獲得していくかってことも検討しなきゃいけないでしょって。そう、まあ、NPO 法人的な考え方であれば、段階的にね、会員制度を振り分けて、例えば、会員、準会員、参上会員、メンバーみたいな感じね。そう、会員は月1万円。準メンバー、準会員は月5千円。で、参上会員は月1千円。で、メンバーは、じゃあ、募金制度にしましょうか、みたいな。そう。まあ、そういった風に明確な、ランク付けして、まあ、もちろんね、ランクによって、発言力が全然変わってくるわけだと思うけど、まあ、そういう形にして、まず、明確に、収益化できる仕組みを考えた上で、じゃあ何しようかって話になるんじゃねえのっていうふうな返信をした。まあ、それに関してはね、それに関しても、その後に返信はまだ来てなかったけど、まあ、どうだろうな。困るんじゃないかな、彼女は。うん。そう。だって、彼女が、やりたいね、うん、まあいいねっていう話をしてから、彼女が声をかけたのは、本当、今で言うところのメンバー会の、そう、寄付で踊りたいみたいな。ただ、踊って楽しみたい人たちだけ。地域コミュニティを作るんだったら、地域コミュニティを作りたい。その目的がダンスだっていうことを明確に理解している人を集めていかなきゃいけない。そう、それはもう、その運営やっていく上で、明らかにしっかりした、ね、具体的なものを実現していくには、しっかりした資金も必要で、そう、その資金を獲得していくための、そう、
収益モデルも必要だってことを理解してる人たちがね、最初のコアメンバーとして集まらなきゃいけないんだけど、そうじゃなくて、ダンスできればいいや、ダンス楽しかったね、またやりたいね、みたいな、そんな人に声かけてるわけよ。そんなんじゃ何もスタートできなくて、うん。なんだろう。大きい水槽に放すために、ちっちゃい水槽の金魚を作ってるようなもんだよ。まずは、大きい水槽のさ、大きい水槽と大きい水槽の、そう、環境を整えるのが先でしょと思うんだけど、全然そんなことはなくて。まあ、それではまあ、思い描くだけ、なんだろう、お酒飲みながら、喋ってる、理想論を語り合ってる、本当話程度のものなんだな、としか思えないわけよ。まあ、それで、まあ、私はそうやって、変身したと。突っ込んでスタッフとして働いてきて思うんだけど、そう、NPO 法人と会社は基本的に違いなんかないからね、優遇されてるところを社会保険活動を限定としてからもそう優遇されてるんだけど、そう、収益モデルが内容の所詮続かないし、一人終わり法人しかないからね。法人をしたいんだったら、まあ、一人でやればいいだけの話で、そう、まあ、なんだろうな、私はね、その中のあまりの中身のない提案プリに、まあ、ちょっと付き合うのは無理やなと思ったわけ。そう、まあね、その話を持ってきてくれた彼女に声かけられて、4日の日、おじやにある、新潟県のね、長岡市の隣にあるおじやにある、西脇邸っていう、まあ、もともと豪商のね、あった屋敷の中で、ライブイベントがあって、そのライブイベントで、歌わせてもらったんだけど、まあね、人前で歌うのはさ、楽しいよ、ぶっちゃけ。本当に人前で自分の歌を聴いてもらえるっていうのは、本当嬉しい、楽しい。そう、楽しいけどね、この代表として、まあ、そういった団体の中枢に協力してくれって言われると、まあ、ちょっとね、まあ、現状は難しいな。難しすぎる。ちょっと無謀。そう。やり方もそれはあると思うな。まあ、ただ、楽しみたいっていうだけだったら、ダンスのために楽しめる。いろんな人が集まって楽しい。本当に本当にね、こういうのやりますんで集まってくださいって、集まってダンスをするみたいな。まあ、ダンスチームだったら、ダンスチームっていうか、本当ミニマムな、シンプルなね、やりたい時にやりたい人を、この今まで、はい、集まりました、みたいな感じの、まあいいですね。それだったら別に、別に私関わらなくたって誰でもやってもいいと思うんだけど、すごい風だな。今日はね、なんかいつもとね、風の方向は違うんだよ。そうなんだけど、明確なね、目的あって、地域コミュニティを作っていくっていう前提の中でやるんだったら、まあ、そんなやり方じゃね、誰も話聞いてくれない。ほんと引いてるよ。目的とビジョンが明確っていうことは、明確しなきゃいけないのはさ、自分のためじゃない、自分のためでもあるんだけど、もう、関わる人たちに、それを明確にし、絶対必要なわけよ。そう。協力っていうのは、お金の場合もあるし、そう、人的なものの場合もあるし、そう、いろんなリソースの場合もあるしね。
分も必要なわけじゃん。そこを全部クリアしていかない限り、まあ、そう、そう、理想論では動きません。私は動きません。私はね、過去にさ、私はお金、人からお金もらうのがすごい苦手で、自分の仕事を明確に、金額を設定するのがすごく苦手。だから、まあ、お金もらうの苦手よ、こっちで。そう、だからね、どんな仕事でもね、すごい安い金額でさ、やったよ、必要以上のことを、もう頼めないと。私の能力を全部使って、でも結果的にね、それを続けてると、そう、安く利用できる人になっちゃうと。そう。だから今でも、まあね、私のね、ところにさ、こう、こんなことやりたいんだけどさ、協力してほしいんだけど、みたいな感じで、そう、それなりにお金払うからさ、って言うんだけど、じゃあいくらぐらいって聞いてみると、それ、私以外の人は誰もやれないから、その金額でやらないから私のところに来たでしょっていうような金額ばっかよ。そうで、ほんとね、身近になればなるほどそういうのってさ、ものすごくさ、曖昧というか、適当な金額になっていって、そう。で、私は私なりにこう、提案されたものたちでこうしたらもっといいでしょっていうビジョンはあるけど、そう、ビジョンを提案すればするほど、まあそこにはね、労力もかかるわけよ。労力がかかればさ、それなりのさ、収、お金も私だって必要なわけよ。何もしないで行ってるわけじゃないから。そんなことを考えると、そう、私自身他人に安く使われる、私の能力を安く買い叩かれるのはもうごめんで、そんなだったらさ、そんなだったら、そう、好き嫌い関係なしにダラダラね、お風呂掃除してる方が、まだ全然楽よ。ストレスないもん。まあ、そんなわけでですね、フォーチューンダンサーズの、そう、この最終部活というか、まあ、新しいダンスチームを作る。まあ、それは大層なことだけど、私は、まあ、今のところね、そう、本当、やっぱ、一人のね、誘えたら、イベントがあって誘えたらダンス、付き合いますよ、ぐらいな。そんな本当、片足の小指を乗っける程度の関わり合いは、ちょっと、無理だな。と思ったのが、まあ、ここ数日なんだよね。まあ、今日はね、ちょっと話が、ダークマコモードになっちゃってるけど、まあ、綺麗にまとめると、何かね、目的があって、社会貢献活動をしようと思った時に、周りの海にそれを応援してくれる人を作るための活動になって、そのやろうと思ってる活動を応援してくれるっていう人を集めるための、その最初の幹づくりが最優先。それができてないのに、それをしないで、それより先に進むとしたら、何も無理だね。ただ、そういう幹を作らずに、待って動いちゃうのが、まあ、世の女性のあるあるのパターンだと思ってるの。そう、そこら辺ね、男性は、こう、ビビるところもあって、女性より全然ね、ビビるところもあるから、そう、まあ、そこの幹のところ、先にしっかり組み立てようとするのが男性で、どっちが正しいかっていうと、男性幹を作ってからの方が、あとはすごく進むと。そうな、正しいんだけどね。結果的に、息がしっかりしないと空中分解しがち。で、誰かに負担がかかっちゃう。誰かにかかったら、あげく、みんなで、もう、バテちゃって、嫌になっちゃって、活動がしょぼーんとなるっていうのが、まあまあ、よくある。NPO 法人のあるあるだよね。そもそも NPO 法人なんかさ、
一部の人は、ね、収益、しっかり収益モデルを持ってる会社、NPO 法人は、それなりに儲けるわけよ。うん。儲かるわけよ。いろ、だって、会社とは違ういろんな収益システムを構築できるもん。そう、まあ、助成金もそうだしさ。助成金もそうだし、まあ、いろんな仕組みがあるよね。そう。でもまあ、かといって、まあ、NPO 法人を会社と作るのとまあ、そんな変わらないし、継続していくのはね、ものすごく大変。うん。そう。で、他人を巻き込んで、基本的に他人を巻き込んでの話だから、そう。それを継続的にやっていくのは本当大変。そこにね、私もね、積極的に乗り出そうとはちょっと思えないな。まあ、そんなわけでね、今日も片道、今もうすぐ橋が渡りきるってところなんだけど、そう、まあ今日はね、ここら辺で、ね、お話をやめたいと思います。というのはね、まあこの、そのダンサーズチームをもう一回構築しよう。地域コミュニティなんていう話が出てきたあたりから、なんかほんと、ちょっとね、嫌だなと思ってて、まあ、そこからまあテンションが上がらないような、やる気が上がらないような、まあちょっと微妙な空気なんだよ、私は。そう。そう。もっと、ねえ。そう、だからまあ、今日もテンション低め。そう。まあいい。まあ、これ終わったら、しながら、そう、気持ちを前向きに切り替えて、また元気な、エネルギー満タンな、まあ、コネに立ち戻ってやっていきたいと思います。そんだけで、まあ、雨の中のところを歩きながら、ちょっと、10分話をしましたけど、まあ、コネでした。また明日、バイバイ。